まして、あの間とじゃない方の小宮で参照です。逆だろおい。よろしくお願いします。お前がじゃない方、俺がじゃある方だよ。じゃある方ってなんだよ。おかしいだろ。すいませんね、じゃない。今日はね、僕がね、芸人界について語ろうかなと。芸人界について思うんですよ、ね、生意気だな、お前。まずね、我々がね、所属しているのが、魔石芸能社っていうね。魔石芸能社ね、事務所なんですよ、はいはいはい、知ってますかね、皆さんね。そうなんですよね。一番上がね、はい、なんちゃんうっちゃんさんがね、うん、いらっしゃる。うっちゃんなんちゃんね、その、ね、順序が逆だから。そう、そうですよね、うん、うっちゃんなんちゃんさんですよね。僕が言いましたよ。そう、そうですよね。参加型漫才参加してました。全然微動なりしてたからね。そう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 、ちょっとね、俺ね、いろんなことがちょっとね、逆で覚えてるしやんの。逆で、うん、なんだこいつ。おジョイマン高木さんね、出ましたけど、ね、池谷の方で、池谷の方、なんだこいつって言われる側だから、高木は。高木って先輩か後輩か分かんないから、高木って思い切って言っちゃったじゃないんだよ。いや、先輩だとは思うけど。ああ、そう、逆なんだよ、逆。逆ね。いや、だからさ、ちょっと逆で覚えてるから、はいはいはい、ちょっと逆が出たらちょっと指摘してほしいんだよな。あ、オッケーオッケー、分かった分かった。ごめんなさいごめんなさい、うん、そうそう、うっちゃんなんちゃんさんですね。はいはいはい。そう、うっちゃんなんちゃんさんとほぼ同期で、はい、入山さんっていう方がね、いらっしゃる。出川さんだよ、お前。山に入るな、川に出ろ。出川だよ、出川でやってるんだよ、俺は。そりゃそう、安全だよ、安全だよ。やばいよ、やばいよだろ、お前。え、安全だったら芸人殺しだろ、お前。ああ、そうか。安全だよ、やばいよ、やばいよだろ。そう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 。拓也の家もこんなね、一人暮らしね、うん、すごいね、テレビちっちゃいね、テレビちっちゃいな。そうやね、前の家に合わせてるからさ、買わなあかんねんけどさ、ちっちゃいね、テレビちっちゃいね。ありがとう。うん。あ、この前、この前めっちゃ面白いことがあって、最近ね、気になってる女の子がいて、そうなんで、ね、で、ちょっとデートすることになって、うん、で、もうその時にね、告白しようと思ってな、うん、で、もう思い切って、うん、そのイタリアンのいい、うん、お店コースの、うん、いいとこ行って。んで、ちょっとね、緊張してな、その、うん、ちょっとワインとかも飲んだりして、あ、分かる、ね、で酔っ払ってもうてな、うん、で、なんかこう、じゃあもう帰ろうかって、ね、イタリアのコース美味しかったねって言って帰って、30分ぐらいしてタクシー、その気になってる女の子の家にまで送ってあげるよって言って、うん、送ってあげてんけど、その、うん、その気になってる女の子の家に着いた時にタクシー降りたら、その履いてもうて、え、うん、うん、もう全部全部履いてもうて、え、これ全部履いたやんと思って、うん、で、え、ってことはそのイタリアンの店から食材を運んだだけやんってなってえ、俺食材を運んだだけやん今日ってなって、全部履いたからなるほどな、確かに。何笑ってんねんお前いや、嬉しいです。ゆずりさんと三四郎のね、ライブは東京でね、はい、そう、東京で、何回かやって、大阪でもやりませんかって言われて、はい、やりませんって言いましたやってるやってるから、やってもうてんね、うん、で、OK すると思わなかったの、その、特にね、習字がね、習字って呼ばれたお前、呼ばれたことないわ間のこと、修理、間修理、修理、いや修理はそうだけど、仲良くさ、その、はい、もっとなりたいわけよ。僕らもでも仲良くて、今日先輩ですからね。そうっすよ。いやいや、もう関係ない。いいですか。もう40超えたらもう一緒よ。40まだ超えてないですけど。40超えたらもう先輩とかないの。もうない。最近は。え、いきなり。後輩でももう大丈夫。え、盾がなくなるんですか。そうそう、なくなる。盾消える？本当に怒んないでください。そのぐらい、何も怒らへん。40超えたらね。二角ちゃんとかでいい。なんかそこまでそこまではきつい。40超えてますもんね。40超えてるから。いや、そこはちゃんとね、バネ王子だ。あ、ごめん、八角か。いや、そこじゃないですよ。逆って言いたかった。今ね、そこじゃない。あれで終わり。逆でもないやろ。いや、もうネタで終わり。単品中日広島は単品中日広島。難しいな。単品中日広島広島の逆は何？ほら、お前、そのすぐ、お前、逆だよって言って、ね、あんだけ言ってたのに、え、何？何？いやいや、逆だっけ？言わせんな。おい言わせん
な、食ってるんだよあれは。ネタだから食ってるからすぐ出るんだよ。びっくりした。びっくりした。バリバリバリって。潰したの。びっくりした。マイク食べ始めたの。なんでボケてマイク食べるの。